孫権の身に扮し騙し取った玉璽、噂では、この地の埋もれているとか、このままでは、三月の野心ありとの差し入れを孫権が受けてしまいましょう。言われなき濡れ衣を被るは亀への汚れ。絶対に捜査に動かさせてもらえないでしょう。
戦乱を呼び、人の命を奪う。玉璽は尊き故に、その使い方を誤っては災いを招こう。世の戦乱が収まるまで、あなたが預かってはくれませんか？ の道へと進まん。 Yeah.
楽水のようまを退いてくれたのですね。やはりあなたこそ世を太平に導く希望の輝き。これからも天の星の加護がありますよう願っております。